ワンピースブリーチコラボ企画。まあ父親が死神、じゃあ母親はホローだろう。あ、わかった。お、トラオ。狛犬だ、狛犬。あ、まあ、まあ、獅子舞、獅子舞、狛犬、獅子舞、獅子舞か、不正解。第6問、朽木ルキアと黒崎いちごが最初に出会った時に、いちごはルキアに対してあることをしました。それは何でしょう。はい、トラオ。おっと、朽木ルキアって女だもんな。あれ、はいはい、女だな。はい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 、初めて出会った死神だな。初めて出会った時だよな、うん、初めて出会った初めての瞬間だよな。初めての瞬間。あ、黒崎いちごは結構やんちゃだと思うんだ俺。やんちゃやんちゃやんちゃ坊主だから。なんだよ、で学生だし、スカートでもめくったとか。やめろお前。お前ガキ扱いしてんじゃねえぞ。お前隣のやつガキ扱いしてんじゃねえぞ。そんなキャラだと思ってんのかお前。そうだな。じゃあこれは押せねえんだよこれ。どうやって押せんだよ俺。もっと手のひらにゴーでしょ。手のひらにゴー。あ、トラオ。あ、押しちゃった。いや、なんだお前。喧嘩売ってんのか。じゃあそうだな。いや、おんぶおんぶ。どっちから出てきたそれ。足くじいておんぶとか。めちゃええよ。初めて出会っておんぶするほどねえだろ。しねえのか。何すんの。じゃあヒントやろ。一個ヒントやるよ。じゃあそうだね。いちごの部屋にいきなり入ってきたんだよルキアが。なるほど。窓から、窓からいきなり入ってきた。こいつなんだよこいつ。お答えたいかこの問題。まあ当てるぞ次。本当？じゃあハンデやろうかな。ルフィアに最初会った時、おままごとを一緒にしようって誘った。まあまあまあ、ハンデだハンデ。かわいいな。ハンデだハンデ。どうぞ。そのイチゴを見てみたい。おい、やんねえかんな。アナザーストーリー？いや、やらねえよ。わかった。はい、トロー。イチゴ屋はルキアにエプロンをつけて料理をしてくれて頼んだ。どういうことなの？ままごとやないか。お前今答えるって言ったじゃねえかよ。いや、もう正解するって言ったじゃん。俺答えたじゃねえか。だから料理をしてくれって頼んだんじゃねえのか。はい、イチゴ。いいんだな。初めてルキアに出会っただけ。司会じゃねえボケと言って蹴り飛ばした。はい、正解。すごいな。よくわかるな。さすが。なるほどな。俺の部屋にいきなり入ってきたんだ。そうそう。なるほどな。4対1か今日は。いやそんなことないだろ別に。いやいや裏方だから。俺らだから4対1な今日。戦ってんの俺らだろ。おままごとで司会じゃねえ。何？近いじゃねえ。なんだ？近いじゃねえ。誰と近いってんだそれ。だから朽木ルキアと近いじゃねえって答えたのか。違う、あのね、ルキアが入ってきた時にホローの要は霊圧をね辿って俺の部屋に入ってくるの。で、うん、俺って幽霊とかが見えるのね基本、うん。だから、うん、パっていきなり自分の部屋に入ってきて近いなって一言言われても。俺からしたら勝手に入ってきて何言ってんだよこいつっていう意味になるわけ。ああ、うん、分かったか。やっと理解した。ああ理解できたんだってよ。理解できたんだってよ。なら近い近いっておままごとから頭が離れなくて結婚でももうし。距離じゃなくて距離の問題。距離物理的な距離か。そんなラブコメじゃねえんだよお前。はい、ということでここまで、いちごが5点、トラオが1点ということで、トラオ頑張れよ。余裕だよお前。しっかりやれ。お前にだけは言われたくねえ。一緒の一緒の作品でだってお前。うるせえ、早くやれよお前。答えろ早く。第7問、黒崎いちごの必殺技とも言える代表的な技といえば何。これはサービスだぞこれ。挽回月賀天章。お、いや難しいこと言うなお前。お前難しいんだよ回答が。月賀天章じゃねえのか。挽回月賀天章。まあ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 正解だな。よし正解だな。月賀天章が正解ですね。ちなみに挽回って言うじゃねえか。挽回は要はお前らの世界でいう覚醒みたいなもんだ。だから技じゃねえだろ。変身したんだよ。変身するのが挽回なんだ。
そんなに当たってて言われるクイズかこれ。そんなに俺が当たってこんな言われるのかこれ。っていうことはトラオ次の問題結構きつそうだな。きついな多分な。そうだよな。そうだよな。出題者側がそんなこと言うなお前。第8問、残白糖の2段階目を挽回と言いますが、1段階目は何と言うでしょう。どうぞ。トラオ。さあ、死神代行。え、違う、それは自己紹介なんだよ。そう、自己紹介だし、職業みたいなもんだよ。いや、最初のこの死神代行っていうからこうなんかあるのかなって。まあ、なるほどな。まあまあまあ。変身がね。知ってる知識がそれしかないから。ちなみに知ってる知識が。ちなみに死神代行はこの話で言うと俺だけだからな。みんながみんな死神代行っつって技使ってるわけじゃねえからな。もう一個ハンデやろう。もう一個ハンデやれば、俺黒崎いちごにそれはないというか、なんて言うんだろうな。ない。あ、そうなんだ。そう。みんな二段階構造で進化していくんだけど、俺だけその一段階目がない。ゾーン系みたいな。わかんない。難しい。なんで難しくするんだよ。だから二段階目は挽回で、一段階目を何と呼ぶかってことなんだけど。頑張れ。頑張れ。はい、トラオ。発見とか。それはまあそうだな、抜く時だな、抜いたな。いやもうむずいなこれ、どうしよう。もう絶対むずいんだろうなこれ。だからそうだな、じゃあヒントだ、ヒント。2段階目が挽回で、第1段階目もなんとか解なんですね。そう、解除してんだよ。最初の刀の状態からちょっと変わった形だったりに解除してんだ。力を解放してんだ。力をそう解放してんだ。初めに解放してんだよな。初めだよな。うん、初回トラオ。それはお前多分回も違うだろ、字が違うだろうな。じゃあ多分ね、初回も黒足や、それ回ってんだよな多分。それ初回限定版なんだろうな。回ってんだよなそれ。くっそ。はい、いちご。まあ最初の段階は視界って言うんだよ。あれだって違うんだよ。なんか死神だから視界だとか答えようと思って、これは本当に初回に引っ張られた、あれは。あいつが人のせいにすんなお前。お前裏方のせいにすんなよお前。ごめん、次のさ、また読み方わかんない。名前わかんない、なんて読むのこれ。スズメバチ、スズメバチ。人相って書いてあるじゃん。残白糖、残白糖。残白糖は知ってるぞ俺。残白糖は、残白糖わかるか。第9問、2番隊隊長のソイフォンが使う残白糖はスズメバチですが、このスズメバチの能力は何でしょう。どうだ、これは譲ってやろうかな。はい、トラオ。毒。あーざ、まあ、そういう、まあ、間違いではない。そうだな、うん、方向性は合ってる。そう、間違いではない。スズメバチで毒じゃないの。まあ、でも うん、そういうことというか、なんていうか毒ではない。あ、わかる。要はその手段だろ。しれっと分かった。お、トラオ。針を刺す、こう飛ばして。いやだから、まあ、あのね、まあまあ、回答がさ、なんかお前ちょっとずつ近づいては来てくれてるんだけど微妙にずれてんだよな。でもいいぞ、その感じだ、その感じ。別のレーン走ってる感じ、わかるか。はい、スズメバチって、刺したら針が抜けないから、こう刺さったら勝ちみたいな毒。こう、うわー、まあでもそういうこと、そういうこと、そういうことなんだよ。すごい、そういうことだよ。こいつ、だんだん近づいてきてやがる。スズメバチの知識で。レアが上がってる。来たぞ。一回刺してもう一回刺すとアナフィラキシーショックみたいに確実に倒せるみたいな。おお、すげえ。よくお前たどり着いたな。蜂だけの知識で。まさにそうですね。ちなみに技名が逃げ気必殺。逃げ気必殺。あ、だからやっぱり2回刺すんだな、絶対。同じ場所に2回攻撃すると相手は死ぬという。昆虫博士だ。医者だもんな。確かに医者だ。なるほどな。このワンピースのキャラクター結構昆虫に詳しいのかな。医者だからな。確かに。あ、医者だからか。あ、医者。さすがな。お前その身なりで医者やってんだな。そうだ。お前その身なりで死神代行やってるんだな。その通りだろ。これはそうだろ。やってそうじゃん。どう見てもそうだろ。第10問、これから軌道の詠唱をします。技の名前を答えてください。君臨者よ、血肉の仮面、万象、羽ばたき、
来た。おお、これ多分クロアシアは多分寄せてると思うんだ、こいつキャラクターに。乱れ桜、なんだそれ、なんだそれ、技名だろ。乱れ桜がわかんないんだよ、なんだそれ。乱れ桜、いや多分お前、いや、じゃあ多分お前やる言おうとしてんだ、多分千本桜だよ。あ、千本桜だ、千本桜だ。答え取られた。いや、しかも多分千本桜、多分これ違う、違う、しげえのか、千本桜じゃねえのか。チクったなこれ。いやこれ俺ちょっと関わってねえな。もう一回いくぞ。軍臨者よ、血肉の仮面、晩鐘、羽ばたき、人の名を冠す者よ。消滅と騒乱、海隔て、坂巻、南へと歩。え、でも俺これ答えちまったらお前終わっちまうもんな。そうだな、そうだな。なんだそのピースは。なんだそのピース。あと1ができないのかな。あと1が譲ってくれってことか。そうだ、分かった、じゃあ譲ってやろう。じゃあ乱れ桜。乱れ桜だ、乱れ桜出た。え、ちなみにね、結構惜しいんだな。これあれですね、今トラオが取ったら同点か。いや、もう絶対勝てないんだけど。あ、勝てないんだ。もう5億点にしよう、5億点。5億点、5億点問題にしよう。はい、というわけで第10問、トラオがこれを言えたらトラオが勝ちということにします。今までの問題何だったんだろうな。まあいいか、そういう、そういう、お決まり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 だよな。では第10問、これから軌道の詠唱をします。技の名前を答えてください。ちなみに軌道な、軌道な、はい、はい。軍臨者よ、血肉の仮面、晩鐘、羽ばたき、人の名を冠す者よ。消滅と騒乱、海隔て坂巻、南へと歩を進めよ。波動の31。あ、そこか。おっ、ほっと波動、これ水っぽいのが入ると思うんだよな。なるほどな。おー、なるほど、内容からな。水面か水面。ブーブーが早いな、ブーブーが早かったな、ブーブーが早かったか。何回も行こうぜ、これ何回も行こうぜ、推理して。もうちょっと手前のやつなんて言ってた。ほう、広げ。血肉の仮面、晩鐘、羽ばたき、人の名を冠す者よ。消滅と騒乱、海隔て坂巻、南へと歩を進めよ。波動の31、ほにゃらら。31だ、俺分かっちまった。さあ、トラオ。血潮の水いいね、面ギリ水面か、ちなみに水関係ないからな。全然関係ない。むしろ逆、むしろ逆まである。逆逆。火か、火。灼熱って言ってんだからな。ヒント、まるまる法。おお。だよな。そうだな。だよな。これはわかるだろ、さすがに。灼熱法。うわぁ、ちょっと近いけど違うんだよな。ちょっと俺もちょっとこれ手をかざしてこうかな。手をかざしてこうかな。今、びっくりしちゃったよ。あと一回言っていいか。ちょっと出てたな、手から。あと1回ラストか、ラストか。灼熱法で王だろ、豪華法。残念、残念。最悪座っていいのか、どう、いいのか、いいぞ。はい、1号波動の31、灼火法だ。あ、正解、正解。灼火法惜しくね。いや、惜しかったんだよ。まあでもそこをつかめねえのがお前だな。はい、というわけで以上10問でございました。結果発表、デデン、トラオ3点、よし、いちご7点ということで、勝者はいちご。イエーイ。2億6点じゃないか、あいつ。2億、2億、2億6点、2億6点、2億6点。やったー、2億6点の男だ、すげー、すげー。今回の動画面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくな。よろしく。 SNS ではハッシュタグダマオレをつけて感想を投稿してやってくれ。そんじゃまた次回の動画で会おうな。バイバイ。じゃあ、またな。またな。